世界一になる理由は何があるんでしょうか。2位じゃダメなんでしょうか。はい、こんにちは、体操の先生です。まずは蓮舫さん、ありがとうございました。今日は日本で2番目に大きい鳥居にやってきました。その大きさを皆さんにお伝えできたらと思っております。それではご覧ください。どうぞ。日本で2番目に大きい鳥居でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。またねー。